こんにちは、リニニットです。重機のみきです。今日はこういう模様です。これは目を交互に写しておいて張り抜きをして作るレーシーの模様ですね。これはブルガリアの Z 先生って私が呼んでますけれども、その先生が随分以前の動画でなさってた編み方です。でこれをレースキャリッジを使ってやりたいと思います。今日はこういうこう補助レールですね。レースキャリッジを向こう編み機の向こうまで出してあげれる、この補助レールをこのレースキャリッジのある左側につけてあります。はい。で模様の感じが分かるように裾の、ピコットのメリアスダブルのを簡単なやり方でまずやってから模様編みをやってみます。はい、これ1本ずつ針を出してやる一番簡単な編み出しですね。で、どこやっちゃったかな。重機の重りは、重りというか編み出し板はこういう感じで、こう重さがあって全体にこう均等に重さをかけてくれます。これを バランスよくかけますね。そして、引っ込めてた針出します。で、これで1、2、3、4、5、6、7、8段いきました。でここで両端1センチぐらい出してレースキャリッジで一目ずつ移してもらいます。はい、移りました。これで編むと一目置きの掛け目ができました。で、1、2、3、4、5、6、7、8、はい、これで一目置きにこうやって最初に編んだ目ですね。これを一目置きに取っていきます。で、一本ずつ、ここがちょっとずれてますね。ちょっと間を取って開いておきます。こうやって取りましたら、全目出します。そしてこの余分な糸、巻き目、リラップキャストーンで巻き込んでおきます。
でまた見出し番兼おもりですね、これをかけます。で1、2、3、4段ぐらいかな。でそれからこれはまず、まあ、両端3目ぐらいは残して、1、2、3、4、待ってください。そうですね、1、2、3、4、こういうふうに4目ずつです。1、2、3、4、間3目置いて1、2、3、4、こんな感じで間3目を置いて、針を出します。でこれを、左側、この出した針の目を左側のに移してもらいます。はい、移りました。そうしましたら今度は今、出した針の左隣、こう、この編んでな、こう移されて空いてる針の左隣です。これを出します。はい、これでまたこれも間3目になりますね。1センチぐらいです。で移して、今度は左側、さっき右側でしたね、今度左側に移してみます。進行方向に移ります。こうしましたら、目のかかってない2目、2本、これを針抜きです。下げます。こういう状態で、こう2本おきに下がった状態ですね。右側の、下がったうちの右側の針は、左から右でレースキャリッジで移しました。で、左側の針は右から左で移してもらいました。こういう形です。でここから1、2、3、4、5、6、7、8、こういう感じで8段編みました。でこの引っ込めてた針を出します。出しました。でこれで3段1、2、3、あ、そうか、向きが9段ここ編んだらよかったんだな。もう1段編みます。はい、それで今度はこの編んだ目ですね、端はこの左から右に移す目は端はこのこれ編んでないんですね、この抜いてた2本は。それの編んでない針の隣の編んだ目、これを出します。ちょっと拡大した方がいいですかね、いっぱいいっぱいか。この2目のうちの右側を出します。右側、これレースキャリッジでなかったら手で写すようになりますね。右側です。はい、これでレースキャリッジで写してもらいます。はい、写りました。そうしましたら今度、編んだ目の左側を出します。で移します。で、これは
ちょっとこの端は仕方がないですね。この 目を写して、エンプティ、あの目のかかってない針を引っ込めます。これであの編んだ2目が今度針抜きされる形になります。これで、先ほどこっちにこう来ちゃったんで9段編みます。7段でいいか。1、2、3、4、5、6、あら、1、やっぱ8段かごめんなさい。で、針抜きしてた針を出します。そして1、2、あ、そっか、やっぱりこっちに来ちゃうから3って待っちゃいますね、これをこう繰り返していくわけですね。そうするとこういうレーシーな模様になります。で、これはあのこの針抜きしてたのを出しただけの目っていうのはこういう形で編まれてませんので、隣の目の間を渡ってる糸ですね、これで埋めます。これはさすがにあの手でやるようになりますね、はい、こういう形で。全て針抜きをされてちゃんと編まれてない目に両サイドから間を渡ってる糸をかぶせてちゃんと編める状態にしますね、はい、こんな感じです。で、こういうこれ裏側になりますけど、裏側も綺麗ですね。で、次はですね、レースキャリッジでこういう模様を作ってみたいと思います。これは手で出すようになります。で、今、中心の目印をつけてあります。で、両サイド10目分あのこう広げていってこう掛け目がこうずれていく形ですね。で、今度閉じていく形、この 中は何目になった時にやったのかな、まあ、ちょっとやってみたいと思います、はい、まずこの中心の1目、まあ、連続してればこの間隔を空けて、やってください。中心になる1目をで編んでみます。そして1、2です。で、次はこの両サイドに掛け目を作りたいんですけど、まずは右側の目を出します。で、左から右で右に移してもらいます。で、今度キャリッジをもレースキャリッジ戻す時にこの最初に作った掛け目の左側を右から左に移してもらいます。そして2段、この繰り返しですね。左から右に来るときは右側を出して、帰るときにこの前に作った掛け目の左隣の針を出して、戻るとき左側、ちょっと出しすぎだ、
で中心掛け目になってないのが2、4、6、斜めになりましたね。斜めになったらこの中心の目とこのこれの前で作った掛け目の右隣両方写してもらいます、はい、で戻るときはここは中の中心、中に作るレースの中心なので戻るときは、この掛け目の左隣を写します。これでひし形の中のレース模様も始まりますね。1、2、3、4、5、はい、どちらも掛け目の右側です。で今度はこの中心、中の掛け目の左側で外のひし形の左側ですね。1、2、3、4、5、6、今度ここ戻るときに中のレースの左側とひし形の左側、はい、で今度はここから閉じていきます。閉じていくというかひし形がこれまで広げてきましたが、今度は中心に向かって掛け目を狭めていきますね。今度は左側の目を右に移してもらうので、これはここになりますね。でこちら右側とここはもうここが3目一度になりますね。中のレース模様、はい、ここが3目一度になりました。この状態で編む、はい、今度は左側、今度はこう入っていくので先に左側を移します。で中のレース模様は中心の針になります。で今度右側の掛け目の中側、左側ですね。で、もうこの中のレース模様は終えて、左側の内側の針、右側の内側の針、で、2段。左側の内側の針、右側の内側の針、2段、左側、右側、左側、右側。これで中心の目が3目一度になりますね。こういう形です、はい、ただもう中心はどちらでもいいんで、もうこのまま戻ります。はい、これでもうこういう模様ができました。全部ね、普通はこうやって目を移しますけれども、それをしないでこういうふうにできます。でまあここ脱皮返しをしてもいいと思うんですけど、はい、
裾がピコットになってて、裾がピコットになってて、こういうレース模様が来て、それからこういうひし形の模様です。こういう模様、こう洋服などに使うと。で、この始末した糸はもう切ってしまって大丈夫ですね。これあの一本おきに抜いて作り目をするという一番簡単な作り目でも、その最初に引っかかった目を一本おきに取るだけで、こういうふうに簡単に、これピコットにしなかったらあのメリアスダブルですね。こういうふうにこの模様とこちら、こういう模様が簡単に、レースキャリッジでひし形の中にまたひし形のあるレース模様を編んでみました。はい、またこのあと、引き続きいろんな模様をしてみたいと思います。はい、以上です。